こんばんは。前髪伸びた。なんか前髪伸びた気がする。土曜昼公演入るのでよろしくお願いします。だってお願いします。私髪の毛伸びるの早いんですよ多分。そう、鼻詰まってないよ。耳をなんか詰まりそうな感じ。まあ切ったばっかといえば切ったばっかだけど、なんていうの、切ったばっかじゃないといえば切ったばっかじゃないけどね。なんだろう、まあでもそんな切ってなかったじゃないですか。だからすぐ目に到達する。そう、いた。お風呂上がりです。イエス。昨日のプラム可愛かった。なんだ、何のセンス、何のセンスよ。会った時のこと書いてあった。ありがとう、ありがとう。ちょっと眠くなってきちゃった。なんか眠くなってきちゃった。本当だ、腕を上げると白飛びするね。黒のあれが多いから。こんばんは。おこじょ、何言うねえ、5時だ、5時。おこじょじゃない、5時。ポカーンってする、頭がポカーンってする。アイドル入りたい、ポジ気になるって。ポジ。ポジションはあまり変化はないんじゃない？無理するとこ似てる。だってそんなことない。だってそれあんま誤字しないし、誤字全然しないよ。誤字はキャプテン譲りだね。なんでみんな誤字、それは誤字しないもん。キャプテンみたいにいっぱいしないから。誤字、ゴジラじゃない、誤字。キャプテンはたくさんするよ。
みんなが誤字してるよって言ってくれるまで気づかなかった。気づかなかった。こんばんは。ハロー。今日何書こうかな。メール何書こうかな。だって送ったメールなんか、あの、だ昨日はめっちゃ急いで書いたから、しょうがないもん。そう、ギリギリだった時間が。あさっての声当たっておめでとう。なんとかならないですよ。だって私今月のね、夢はゆうりさんの生誕祭に出ることなんですけど、それをメールに毎日書いてるんですけど、なんかね、やっぱり私が自分をね、自分をプレゼンしなきゃいけないと思ってて、やっぱり私大型です。そう、自分をねプレゼンしないともいけないと思ってて、そう、弊社のイシャーターですねっつってそう、自分をねプレゼンしなきゃいけないと思ってて、私が公演に出たらみたいなの書かなきゃいけないんですよ、多分。知らないけど、多分というか勝手に言ってるだけなんだけど、そう、そう、私、そう、私がやったら、なんかただ単にご飯行きたいなとか、ゆうりさんとみたいな感じが書いてても違う、そういうことじゃなくてプレゼンをしなきゃいけないと思って、うん、こんばんは。そう、そうなんですよね。頑張ってください。ありがとうございます。そう思いません？思わないか、みんな。特に興味なかったかな。そうだよね。笑った。処理とかやらないで。でもそう、そうなると思うけど、あ、鼻詰まってきた。たまに鼻詰まるんだよ。鼻が鳴る。そう、でも私は本当に本当の本当の本当に本当のゆりさんの生徒さんいつなの？知りません何の公演でやるかもいつやるかも知りませんだけど、そう、まあ、いつかは生徒さんってあるわけじゃん。だから今から言ってるの。見え持ちっていうか、鼻風邪ひいてます。風邪ひいてて、まだ鼻がズルズル本当は知ってんだろ。マジで知らないんですよ。はい、だって自分の生誕祭だって本当にね、皆さんが知る直前に知ったぐらいなんで、ごめんなさい、知らないです鼻が詰まったる。そうで、やっぱりね、キャプテン様なので方でやってくれるとは思ってて、だから方ならセナも出演できる可能性はねあるので、少なからず。だから、知ってるときは匂わせるからわかるよね。いや、人の生誕祭は別に匂わせても意味ないので匂わせないとは思うけど、まあ新ポジとか見てほしい、自分が見てほしいとかいうときはマジで匂わせる。そう、自分にもチャンスがあると思うので、フォーだったらね。だからね、そう、いっぱい言ってるんですよ今。
手作りうちわ使いたい。セナタンの色なんだけど、セナタンの色特に別に色はないので、好きなように。うちわはやっぱりね、何色でもそう見えるので、全然好きな色で作ってください。でも、自分好きな色ないからなという方は黄色かピンクで作ってください。セナの好きな色です。ちゃんと出てほしい。嬉しい。出たいです、私。真面目に出たいんですよね。真面目に言うけど。そうなんです。あ、でもね、セナのね、セナのチーム、まあ、こんな、めちゃめちゃ 大きな声っていうか、めちゃめちゃ、なんていうの、もう、ドカーンって言えないけど、そう、なんていうの、言えないんですけど、あれ書いたな、書かなかった、あれか書いてないかもしれない、書いてないわ。え、書いてない、あれ書いた気がしたのに。書いてなかった。デザイン室の役は見に行きます。ありがとうございます。つばいさん、ありがとうございます。ね、サオリの最後の日程決まりましたね。そうですね、劇場か握手なんですけど、握手は8月なので今は劇場でしか会えないですね。うちは託します。ありがとう。セナタン右利きです。あ、何をかって、違う、ね、そう、あ、バックダンサーのあれに書いたっけ、あれ書いてないっけ。書いてなかった、書いたから。そう、なんかね、なんかね、そう、定点とか見たりしてて、私が、そう、私が本編、チーム4の本編に出させていただいた時に、そう、ゆうりさんとたくさん絡んでるんですけど、最近はもともとね、あの、絡んだことないところも絡むようになったりとか、そう、いろいろしてるんですけど、そうしてるんですけど、まあ、もともとね、最初、本当に最初の頃から絡んでるところもあるんですけど、そう、そこもね、最近はふざけたりしてるんですけど、なんか、そう、この前のとか、この前定点バックダンサーの時は裏でね、定点映像見れるんですけどね、その時にそう見てたら、セナがいつも絡んでるとか絡んでなかったりしてて寂しくなりました。そう、だからセナが出たらたくさん絡む回数3回ぐらい増えるよって言いたい。これが私のプレゼンです。そう、これをね、書いたか書いてないかが分かんなかったっていう話をしてた。意味分かったかな。そろそろこうやってたい。次は15と19か。そう。ね、パワーポイントで熱くし、いやん、明後日の声楽しみ、イエイ。15分経過したね。そう、セナは、セナだから、セナが出たら、そう、3個ぐらい絡むところが増えるので、ファンの方々は皆さん、ゆうりさんの自然な表情が
さらに見えるよっていうこと。19はまだ未発表な気がしましたって。19だ、未発表じゃないよ、パジャドラって書いてあったよ。メンバーのことか。メンバー合わせのも知りません。でも、もう研究生の数が少ないのでね、出れると勝手に思ってるだけなんですけど、まあ出れなかったらその時はその時で悲しんでください、みんなさん。本日誕生日だって、おめでとうございます。セナタンプレゼン面白い。マジマジマジ、おめでとうございます。ちょっと書くよ。十条相談生みたいだった。あやねさんとハツさんとゆゆさんがやってるやつだ。石誰だ、ともあきさん、おめでとうございます。ハッピーハッピーバースデー、ケーキのキャンドルを、ふうふう、一息でさあ吹き消せよ、イエーイ、おめでとうございます。あなためのパーティー初のを、そう、あ、それも書こう。待って、ちょっとね、ネタがないから。そうなんですよね。おめでとうございます。その日の配信やべえやん。だってその日の配信、その日っていうかメンバー発表された日がやばそうだよね。あ、いいよ、みんな、あ、じゃあみんなにちょっとあれして、なんかそう、そうですね、いいですよ、10個。チョコの行くような箱物の中身よ。だってこれはどういう回答を求めてるんだろう。どういう回答を求めてるんだろう。でも普通に考えたらチョコレート、あのチョコを渡すか渡さないか。秘密にしとこうと思ってたことあんね。何、怖い、教えて。慰められて誰にだよ。泣き始める。いや、泣くかな。どうなんだろうね。土曜日行くねんだって。マジ？マジ？待ってるよ、じゃあ。じゃあ待ってる。土曜日行くねんって、こっちですか？経験して公演。カジュアルの話でね。土曜日だよね。15日してるから。そうだよね。でも鼻が詰まると、なんか鼻が詰まる、半詰まりみたいなね、やつの時は、もう、すっごい。で、変な音して、ブーって音。鼻が鳴る。会いたくて投げてしまった。売れピヨピヨピヨ。裏も踏みするとこあんねん。なんやねん、みんな。鼻が詰まってきた。もう鼻、もう鼻通る。もう鼻を通らせる努力はしません。もう鼻詰まりで今日行きます。もうやだ、ブーブー言うから。って。
ブーブー言うからやめる。ユーリー生誕祭、シラタにちょっと待ったって言ってもらってもいい。面白くないです、それはやだ。やだっていうか、任せられないであろう。土曜日おめでとう言いたかった。研究成功あげます。あらあらあら、ありがとう。ありがとう。名前なんていうの。あ、佐藤しおりちゃん。ありがとう、待ってる。待ってる。バロタラジコンみたいな音。鼻詰まるって嫌だね。でもね、配信してなかったらもうブー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 鳴らして、あの鼻開通努力してる。あれ、この子初見さんか。ありがとう。レッスン待ってた。バッチリ、もうバッチリだよ。バッチリレッスンや、レッスン待ってて。初めて来たよ。だってニコニコさん、ありがとうございます。ニコさん、ありがとうございます。こんばんは。わら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 、どんな髪型してるかとか聞いて。なんでや、違う、多分あの三色団子に乗ってくるんだよ。三色団子に乗ってるから多分すぐ分かると思う。パジャマドライブ公演、セラと応援するのは髪手側がいいですか。いや、髪手側ではなくてもいいです。どこでもいいです。全然どこでも行きますけど、どこでも行きますけど、セブロにいてほしいというあれがあるけど、別にセブロが埋まっちゃったとかなら、セブロじゃなくても髪手下手の最善とかなら、まあいいよ。ほらほら、三色団子に塗ってツインしていくねって。ほらほらね、セナで言った通り、絶対すぐ見つけられるよ。もう一番目立っちゃってるから。あれだとね、待ってます。多分わかる。三色団子って何。ちゃんと見てください、このアバターです。アバター、佐藤しおりのアバター。いいじゃん、いいじゃん。え、本物じゃないよこれ。これ本物じゃないですよ。だってこんな大きいもんだから、多分3人分ぐらい、3席3席必要だから。そうだったら本物じゃないか。絶対って正解だ。そう、え、そうなんだ、時間そんな変わらないんだ。団子キャラじゃないですよ、全然。ただのアバターの話をしてる。さて、10分やってほしいだって。あらー、ありがとう、そうやって言ってくれて。でももうポジションは決まってるんだ。だから、今からどうにか、どうにか、どうにもこうにもできないですよ。まあ、私がね、やりたいところじゃなくて、スタッフさんが決めてくれるので、何をやれるかはお楽しみです。ふふ。鼻声が気になりすぎて話入ってくる。なんで鼻詰まってるだけじゃん。
鼻声じゃない、じゃない、鼻声じゃないよ。ゆりさんの好きなとこ10個の前、しおりちゃんの好きなとこ。やだー。なーい。やだー。秘密にできなかったかし、でもさ、秘密に、なんかね、たまに秘密にして来てくれる人いるんだけどさ、秘密にしててさ、いた時の衝撃よね、へみたいな、いるしみたいな。めっちゃ衝撃すごいから。ね、でも秘密にして驚く顔が見たかったならそれは残念でした。そう、いたのは期待してたなって。怖い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 、覚えてるよだって、絶対覚えてるよだって。怖い佐藤しおり、怖い。しおりちゃん本物だって。本物だよ、本物でしょ。何結果秘密で、あ、そういうことね。びっくりした、セラが出るか出ないかなんで知ってるのと思って。そういうことね、当選か当選じゃないかってこと。やだ、もうやだ、もうやだよ、本当に本当に、もうやだ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 もうやだ、もうやだ、もうやになってきちゃった、もう本当に。悪いは叩いてない、私の膝。やだ、ちょ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 ちゅ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 、通報されたのかしらって。誰通報したの、しおりのこと。やめて。バイバイって言ってるじゃん。バイバイ、もう行っちゃうの。バイ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 、しおりちゃん。やだー、もう。ちゅ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 、まあ、すっかり立ち止まる。今日テンション高いのって中間ぐらいじゃないですか。なんかね、ちょっと今変なテンションになってる。テンション高いっていうか変なテンションになってる。自分の頭食べていてやだー、やだ、絶対もうそれ言われること分かってるから。そしたら多分あれ言われるから。何言われたことのあだ名です、昔の。ちげえしだって違うんだ。なんだ、土曜も謎テンション、謎テンションでできるか分かるわけだ。向こうに声かけるね、だって。じゃあ声かけてね。雨降ったら傘しますか。もちろん傘しなかったらめっちゃよ。やだ、ほんとに鼻づまり。違う、もうやだね。
そう、待って、やば、そう、細胞ね、細胞がダメになっちゃうよとかね、最初言おうとしたのよ、頭叩いてとか言われた時に。でも何真面目なこと言ってんのって言われそうだなって思って言わなかったら、それ言おうとしてたんかーい。そう、明後日仕事頑張ってね、バブちゃんじゃないよ、こんばんはこんばんは。当たる方法ないです、でも気合です、気合で当ててください。いや、もうさ、現実受け止められなくなりそう。もしゆりさんの生誕祭が発表されて、そこに私の名前がなかったとき、星好きで、それな、星で困るよ。何星言ってるのかめっちゃ気になるんだけど。いっぱい当たったら土曜日行くよ、だって。お、うちわ作った、嬉しい。だから、いつだろう、なんかさ、わかんないけど、わかんないけど、じゃあ例えばね、その5日前とか6日前とかね、4日前わかんない、何日前か知らないけど、それぐらいで発表されるじゃん、メンバー発表って。さ、それをみんなと一緒に見るじゃないですか。そのみんなと一緒には見れないか。その次の日のさ、配信がやばい気がする。前上がってるかどうぞか。そうなんです。そうなんです。応募してた時の感覚、落選した時の感覚と一緒だって。違うんじゃない、わかんないけど。わかんないけどね、違うじゃない。なんかなおさら最近たくさん出させていただいてたからこそ、なおさらね、なおさら失敗されなかっただけで悩んで、悩んで悩んで悩んで、最悪見学2個だって。だってバックダンサーじゃない、知らないけど、最悪も何も、どちらにしろ、まあ一部分だけでも、まあ、携わること、関わることはできるだろうけど、違います。そう、出れるんじゃないって来ちゃい、しちゃいますよ、だってだってここ1ヶ月ぐらいたくさん出させていただいちゃってたから、めちゃめちゃ嬉しいですけど、だからもう、あ、出れるんじゃないこの調子で、出れるんじゃねってさ、ちょっとなるよね。藤岡間に合ったら来てくれ、お、ありがとう、藤岡、藤岡、みんな藤岡、みんな藤岡、みんな、え、藤岡発表されてるよ。まあだって公式ホームページ見たら出てくるからいいんだよね。藤岡出まーす。そういえば。この間ユニット2回出てました。この前の研究生公演15人公演だったんですけど、その時の。そう。その時に。正式発表って何？正式にどこに発表されるのこれって。え、怖い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 。今の聞かなかったことにしてもいいよ。聞かなかったことにしといて、じゃあ聞かなかったことにしといて。私さ、ちゃんと調べたんだよね、藤岡って調べたら、なんか自分の名前出てきたからさ、いいのかと思った。
何正式発表ってそんなのあるのかな。でも藤岡って調べたら出てくるよ。23日、6月23日土曜日10時からチケットですそう、15日から受付開始です。ピピピピピね、あるよね、書いてあるかいいんだよね。だってさ、そっちで書いてあってさ、私言って言ったらダメみたいなあるかな。え、怖ー、怖ー、怖いよ。え、AKB で AKB の公式で発表されてましたっけ。前サオリーとかゆずかとか出た時学力バトルアクション。でもソラがいるから大丈夫だと思う。人だよ。ソラは大丈夫。ソラがいるから。人生経験豊富な。ね、何の学力わかんない。私もね、そのサイト見て知ったの。何あのそれやるって。びっくりしちゃった。そう、あのチームエイトさんがよくやってる藤岡です。相方がソラじゃなくてさ、しおりとかだったらさ、もうやばかったかもやばかったかも。午後しか行けないかもだけど、午後、両方午後ですよ、両方。やっぱ13時半からの方がいいと思う。あ、やばい、もう42分だよ。わお。出てほしい。だって、嬉しい。出た、出てみたい。あー、一日開くなった。あー、そういうことね。あー、そういうことね。オッケーオッケー。サオリーの時言ったけど面白かった本当に。いや、それにそれと同じぐらい、勝るぐらいになりたい。初めましてな、初めて名前知りました。嬉しい。チロちゃんさん、ありがとうございます。しおりのこと好きなんだろうって。うん、いない、いないから、いないからね、いないからいいよ。ピだよ、しおりちゃんのこと。いたら言わないけどね。ごめんよ、だっていいよ、いいよ。本当だよ。なんかみんなさ、藤岡出てほしいとか、みんなかな、わかんない、一人二人ぐらいかな、出てほしいって言ってたから。でも藤岡ちょっと前から決まってたんだけど、うん、
もう早くなんていうの言ったらどんな反応かなと思ったけど、今日見ててくれてないのかな、分かんない、誰が言ってたかは覚えてないけど、いないって言って実は聞いてる先生、いや聞いてないよ、うん聞いてない、聞いてない、だって LINE 来るも多分聞いてない、やだ、好きなとこ塾は言わないなって、どうせどうせどうせ言うじゃん、多分じゃ同期の子にはさ言うじゃんやっぱりみんな、ちょっとね先輩のこととか言っても別に言わないからいいんだけど、同期には言うじゃん、やっぱり同期にやっぱり来るやん、嫌だ、公式で発表されるのあれって私されないと思ってた AKB の、まあでも結局あれですよ、結局されるし、結局されてるのでも、もう世には出てるので、それが私は悪いことはしてない。風感知してないですよ。てか感知するのは結構時間かかると思う。咳とか鼻水とかは結構長引くじゃないですか。風邪ひいてても全然辛くないんだけど。時間内に10個書けそう、危ないけどね、今日書けなかったら明日書くから大丈夫。でもまだネタ3個あるから、ね、書けたら書こう、そう、もうノー問題ですよ。101回目なの、あ惜しいね、そうだよね、101回目しか無理か、藤岡チケットすぐ売り切れちゃう。そうなの？みんなそんな来てくれるかな？めっちゃ不安なんですよ。シンプルに不安なんですよ。そう、でもね、両方来てほしい。両方違った良さが多分あると思う。違った良さがあると思う。でも、セナさん的なおすすめは、13時の方。鼻血出たら1週間ぐらい出続けるのはやばい、それはやばいよ、チケット争奪戦、そうなんだ、見に行く、ありがとう。じゃあランキング見ます、メール書くので、13位めぐちゃん、12位そのままいけよ、31位ギャローさん、10位、あ13位そのままいけよさん、12位ギャローさん、11位うちゃん、10位にこしたさん、9位さっとさん、8位スイカ猫さん、7位顔面ケーキ屋さん、6位ゆうちゃん、5位ひろちゅうさん、4位ひろさん、3位ダオシさん、2位土曜昼公演で佐藤しおりちゃんと指ハートレースを送るね、あしおりがこれはしおりがあの客席設定ですね、ありがとうございます。そして1位のピーさん、ありがとうございます。よろあさっての公演咳一回出ると止まらなくなってくるの、出ないときは出ないのに。はい、出ないときは出ないのにね、一回出るとねすごい止まらないの、やだね。ギフト見まーす。たけのこさん、まさるさん、にこしたさん、くまーん、おのぴーさん、くまーん、うちゃん、しろたん、千葉県メガネさん、ダオさん、たくみくみおむかともかいパパさん、めぐちゃん、ドラゴンZさん、ひろさん、ギャローさん、ゆうとさん、ひろちゅうさん、ひろさん、くまーん、ぴーよさん、また変えてる、おのぴーさん、そのままいきよさん、おかがごはんさん、
みーさん、栃木のすーさん、ありがとうございました。ありがとうございました。明日も一日頑張ろう。バイバーイ。お、勉強頑張るのって、頑張って。ありがとうございました。おやすみなさい。3、2、1、バイバーイ。